佐伯家は江戸時代の豪農の屋敷で、1971年、昭和46年に国の重要文化財に指定されています。今日は北陸電気保安協会高岡営業所の職員5人が、電気を引き込む屋外の配線や屋内の分電盤を見て回り、漏電などの異常がないかを調べました。 点検は北陸電気保安協会がそれぞれの営業所の管内で毎年実施しています。